時々私に茶を立ててはくれぬか。それは光栄至極に存じまするが。薩摩では一方聞いて沙汰するなという、そちの考えも折々に聞いてみたいものじゃ。私の茶を褒めてくださる方とは私も語らいとうございます。そうじゃ、忘れるところであった。これはミシーンという舶来の機械で縫うと